ラーメン屋の大将みたいな写真出るたびに笑ってた。てか、なんでタオルなんだろうな。ダブルモルニーこそっと聞いといてよ。いや、前回は、前回単にあれだったな、なんか、風呂上がりで、みたいな。そんな感じだったけど。モルタさんツイッターのアカウントってありますか？ガム食べながらタオル巻きか。タオルとベアスト。ツイッターアカウント、あの、今、あの、配信の下に出てるアカウント。モルトハイソニックって書いてあります。まあ最近、ツイッターあんま開いてないけど。開いてないけど。タオルの謎は次のカムコムカップまでわからない。でも、ね、今回タオル巻いてたのはマジで謎。また風呂上がりの可能性もあるんだけど。集中したら熱出るらしいし、シャワー浴びるとスッキリするのかも。あ、ほんとだ。ありがとうございます。ビーストタオル作ったら売れるんじゃない？売れそうだね。翻訳グレーです。タオルスルーしたからな。モルニーおめでとうメッセージ送った？送った。ほらやねんあの人。すげーっていうスタンプ2つ連打して、おめでとうございますって送っといて。ビーストラインは大盛り上がりよ。すっごい試合やったね。感動した。この優勝は乗るって言ってよ。モルニーもクプと取れよ。おめでとうございます。モルニーのツイートチェックしたら多分見てない質問箱が投稿されてて笑った。しかもこう、この勝利は乗るって盛り上がったところに、梅原さんの冷静なSFL も優勝しましょうっていう一言が LINE に投下された。うおーって王に言われたらもう優勝するしかない。梅ちゃんもだけど、持ちダルシムに震えたと思うぜ。わら、梅たん冷静。タイソン倒したのがでかいよ。しかも3-0だから。かっけーな。持ちさんもグッジョブ。チームネリと話今日はないね。大将圧巻の優勝でしたね。こんばんは。さすが大将だった。頼れる大将。内容めちゃくちゃ良かったもんな。で、何より盛り上がるし、ね、逆転、大逆転決めてるし。ああいう見せるプレイができるのがいいわな。初見です。今日からストゴ始めました。おお。このタイミングでもやっぱ梅原さん効果あるかもしれない。おお、無理せず頑張ってください。ソフォー家庭用買おうって決心したの、大概梅原さんの対戦動画見たからだってのがあれ大きいから。海水の逆転劇とか大概あの辺から入ってくる人多そうでしょ。スト4の梅昇龍もだいぶ見てて俺泣きそうになった。感動すげえと思って。初見です。あ、役者いい。だってさ、沖戸さんとパンクの試合のやつとか、あれパンク当日確か予選からずっと無敗だったんでしょ。あれなんか2先も3先も1本も取られずに
マジで、ガチの無敗のまま、ウィナーズで上がってきて、で、しかも道中で時戸さん倒し確て、か一本も取られてないとかなんとか。だよね。で、しかも道中で時戸さんも倒してる、っていう状態での、グランドファイナルでさ、まさかの、時戸さん大逆転。あれやばいよ。スタン刺した後の瞬獄殺で、瞬獄殺で無駄にとどめを刺したら、あたりで完全に相手飲んだ感じある。あれほんとすごかった。ね笑ってえ。こらえてでも結構詳しくやってたね。で、しかもその時のね、R さんとかの実況もあったからだいぶ盛り上がった。瞬獄するし、挑発コンボするし。え、あの挑発コンボ実際どうなんだろうね。実用的なやつなんかな。しかもさ、あの時の動きあるじゃん。青EX いマ昇ジ竜カかスら、に出動するチームのアカ EX ウン昇ト竜かこら、ちらで勝ガチ利。2択が。EX 昇竜トリガーからの受け身負荷のガチ2択。あの時あったな。あの時ってまだトリガー発動も補正乗らない時だよ。最初、俺も最初スト4やった時波動拳打つのに30分かかったけど 波動拳打てた時めっちゃ楽しかったから。ただ弾が出ただけだよ。昇竜だけはなんか意外とすんなり出たんだ。こんばんは。梅ちゃんがやってた、チミー連れて行って投げてたの、さすがに変態だよね。あれ あれ結構ね、チーム練習の時に、だいぶ前にやってたんだけどさ。それでも、なんかね、そう、シミーに対して、歩き投げいいんじゃねえかな、みたいの言ってたんだけど、いやいや、さすがにって思ってたんだけどさ。やばいね。梅ちゃんじゃ。